と肛門がちょっと分かりにくいんだけど、これ肛門です、そこの両横にグリグリがある、こっちはあるけど、こっちはあんまりないんですけど、触ってみてください、このグリグリ、あんまり触ったことないんで、こっちはあんまないですね、今こっちが結構、でそれを目指して、だいたい時計でいうと4時、8時ぐらいでギュッと押す、とても臭いからこうティッシュをあてがって、結構出るちょっとこんなに来てましたね、ちょっと偉いんじゃないかな、めっちゃ濃厚じゃん、あと残り1本ちょっとだけ一回全切らしてきますから、まあ、大体出ましたね、それでこれはあの水だけど銀塩水、銀の水でちょっと綺麗にして、これは保湿剤とティーズリーオイルっていう、それ家だと何を代用すればいいですか、あのお水、お水でいいですか、はい、お水で、で、できればね、家でシャンプーします、まだしてないですか、足だけ、あ、本当、はい、だから、あのできれば臭くなるからさ、あのシャンプーする前に出してほしいかな、はい、わかりました、で、シャンプーの回数としては2回、2週間に1回ぐらいはした、はい、はい、わかりました、外注とお家と合わせてね、じゃあこちら来てください、1回リスタートして、1分過ぎて、はい。